はい、どうもこんにちは。今回はこちら、日本の名車コレクションです。それでは早速今回の車種と冊子のをチェックしていきます。まずこちらですね、20号です。車の方は日産シルビア1988年式 S13 です。冊子の内容の方なんですが、レジェンダリージャパニーズカーズが日産シルビアの5代目、名車の系譜が日産シルビア4代目、メーカー列伝が自動車メーカーの歴史日産自動車6、ジャパニーズカー発展史、こちらが軽自動車の歴史2となってます。そしてもう1車種こちらですね、21号です。トヨタセリカ WX1978年式、 A の40型ですね。冊子の方なんですが、レジェンダリージャパニーズカーズがトヨタセリカ WX 初代、名車の系譜トヨタスワラ初代、メーカー列伝が自動車メーカーの歴史トヨタ自動車6、ジャパニーズカー発展史、サスペンションの繊維2となってます。それではダイキャストのを見ていきましょう。まずシルビアですね。こちらフィルムを先に外しておきます。はい、日産シルビアです。 S13 のシルビアですね。めちゃくちゃ人気だった車種です。ではケースを開けていきます。カーン、はい、それではね、ぐるっと見ていきます。 S13 といったらね、やっぱりこのカラーリングがね、一番記憶にありますね。で、ホイールなんかもかなりね、精巧に再現されていると思います。そして正面、このシュッとした顔つきがね、非常にかっこよかったですね。あと、なんとも言えないこの滑らかなボディですね。ほんとすごくかっこいい車です。今でもね、かっこいいと思いますね、このデザインは。そして上から見るとこんな感じ。内装のカラーね、グレー系の成型色となっているようです。はい、非常にいい感じでね、再現されていると思います。それではね、台座の方ちょっと外してみます。こう重量感もあってね、いい感じですね。はい、このような感じです。ミラーもしっかりとシルバーに塗られてますね。で、テールレンズもね、非常に綺麗に色分けされてます。で、グレード的にはここにね、書いてあるんですけど、ちょっと見にくいんですけど、よく見るとキューズですね。キューズなので、ここのバンパーのところにね、穴がないですね。ケースだとここに穴があるんですけど、真ん中のグレードですね。シルビアでいうと一番上がケーズ、真ん中がキューズ、下がジェーズだったんですね。はい、こんな感じです。そしてですね、シャーシの方こんな感じですね。結構ね、造形されてる感じがしますね。で、マフラーの方は太鼓部分がシルバーで、左の2本出しとなります。それではね、もう1車種セリカの方もチェックしていきます。まずちょっとね、フィルム剥がしていきます。はい、セリカ WX ですね。はい、ちょっとね、ケースに入れた状態でこんな感じです。これもね、非常にかっこいいデザインですよね。いきます。カーン、はい、まず横から見ていきましょう。このね、なんとも言えない後ろがなだらかに下がったデザインがね、いいですね。これタイヤホイールもね、なかなかいい感じです。そしてフロント側、カクカクしてね、かっこいいです。そして右サイドね、フェンダーミラーですね、こちらね、こういった感じでなかなかかっこいいです。先ほどのシルビアが1988年式で、こちらが78年式なのでね、まあ大体10年前の車ということなんでね、まあ10年間でね、かなりね、変わったなっていう感じもわかりますよね。はい、
こんな感じで内装は赤系ですね、赤系で、ダッシュボードは、茶色っぽいカラーリングですね、シートが赤って感じですか、そんな感じです。非常にこれもね、テールレンズのところはちょっとメッキっぽいパーツの上にこう赤とかオレンジでプリントされてるような仕上げのような感じがします。78年式なんでね、結構ね前の車って感じはしますけどね、デザインがね今見てもこれもね結構存在感があってかっこいいです。じゃあちょっとねこちらも台座の外していきます。はい、台座を外してみました。結構ねほんといい感じですね、かっこいいです。トランクの中もこういった感じですね、リアこんな感じになってます。そしてボンネットから、ね、ワイパーもついてますし、ここね黒になってますね。そしてシャーシですね、シャーシの方はこういった感じです。先ほどのシルビアよりはねちょっとあまり造形されてないかなって感じはしますね。でマフラーの部分は、ね、太鼓の部分シルバーで、これはね一本出しマフラーとなってます。はい、ということで今回は日本の名車コレクション日産シルビア1988年式の S13 とトヨタセリカ WX 1978年式 A40 をチェックしました。ちょうどね10年間ねこのリリースが違うんですけれども、本当ねこの78年からこう88年でかなりね未来感が出たというかね、そんな感じがしますよね。一気にこの10年でちょっとデザイン的にはね本当変わったなっていうのが分かったこの2台でした。また次回は22号と23号が届くんですが、今度ね22号がかなり激アツというか、こちらですね、日産スカイラインの GTR R32 が届きます。そして23号をね、何が来るかね今のところちょっと分からないんですけど、そちらもね楽しみに待ちたいと思います。また届きましたらこちらのチャンネルの方でねご紹介していきますので、ぜひねチャンネル登録、いいね、評価、コメントのお待ちしております。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。